家神社、東京都千代田区長戸町。主祭神は大山国の神。愛殿神は国と子たちの神。イザナミの神。たらし中津彦の御事。大山国の神の国は、主という意味で、大山の主ということ、大山の主という意味です。国と子たちの神は日本神話の根源神で地球を創造した神。イザナミの神は夫であるイザナギの神と共に神生み、国生みを行いました。たらし中津彦の御事は中愛天皇のことで、父が大和たけるの御事、妻が神宮皇后、子が応神天皇。要は父が日本神話の英雄、妻が三冠征伐の立役者、子が八幡神で、中愛天皇を取り巻く家族はとても有名です。当初は江戸城を守る鎮守様でしたが、明治以降皇室を守る神様となりました。主祭神の大山国の神は山の神なので、眷属は猿。だから日枝神社には猿の像があります。その名も、神猿と書いて、マサルと読みます。マガサル。勝利のマサルに通じ、大変縁起の良い猿です。また、猿は縁と読み、縁をつないでくれる縁結びの功徳があると言われています。神社内にはさざれ石があります。君が代に歌われるさざれ石。君が代発祥の地とされる岐阜県から運ばれた石です。日枝神社は永田町にあり、すぐ近くに国会議事堂や首相官邸があります。だから国会議員が足しげく参拝する神社であります。大山国の神の功徳は、いわば大山の大将の功徳。政治家はいわば大山の大将。通ずるものがあるのかもしれません。愛殿神である国と子たちの神は元地球の主祭神、そして政治の神であります。国会の間近で国と子たちの神が日本の政治を見守っているのでしょう。大山国の神を祀る日吉日枝山王神社は全国に約3800社あります。その総本社が日吉大社、滋賀県大津市にあります。社名の日吉はかつては日枝と読みましたが、近代になり日吉と読むようになりました。大山国の神は比叡山の守護神でもあります。比叡山は京都の鬼門にあたるところから、鬼門よけ、災難よけの功徳があるとされました。比叡神社は皇居の裏鬼門にあり、同じように鬼門よけ、災難よけの功徳があるとされます。